立憲民主党、小西議員。自民党議員から、自民党に来たら、総理狙えるくらい大活躍できると言われました。がネットではない。内容はこちら。立憲民主党、小西議員が、なんか言ってるようです。では、小西議員のなんかを見てみましょう。小西博之、参議院議員。この間自民党議員から、自民党に来たら、総理狙えるくらい大活躍できると言われましたよ。自民には絶対に行きませんが、今のままでは日本は行き詰まるので、立憲と自民党などのまともな議員による新党がありかもしれませんね。本来は、立憲が自民を割るくらいのダイナミズムが必要です。頑張ります。小西議員、相変わらずの自分良い炸裂ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。その自民党議員とやらに小馬鹿にされてるんだよ。そろそろ気づこうよ。からかわれていることに気づかず、真に受けて浮かれちゃってます。本気にしちゃったんですか？冗談に決まってるだろ。誰が言ったのか教えてよ。皮肉ってご存知ですか？どう考えてもからかわれていると思います。次はこちら。また踊らされて笑。こっちが恥ずかしくなるからおやめなさい。言った方も笑いをこらえるの必死だったんじゃないかな。自己評価高すぎて国民との乖離えぐい。こないだって何年前だよ。わらわらわら。あとこの間な、学者を自称するならこの程度の日本語くらいしっかり使いなさい。コニタン面白いな。あはは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 。今日一で笑った。これは笑わずにはいられませんよね。次はこちら。立憲にまともな議員って言いましたっけ？立憲と自民党などのまともな議員。自民党にも困ったものですが、立憲民主党にまともな議員いますか？クイズです。まともな議員による新党。クックック。まともな議員。いくら考えても出てきません。最後はこちら。創作落語ですか？深刻な妄想癖。自己肥大の妄想も大概にしとけ。僕もメジャーに入ったらホームラン王になれるってパパに言われたんだ。ポジティブ思考は大事だけど、本気にするとは驚きだ。自己評価課題ですね。寝言は寝てから言うものですよ。オリラジ中田かよ。小西議員、どこまで自己評価が高いのでしょうね。結論。あれだけのことをやらかして、多くの国民を敵に回し、党内からも冷たい視線を浴び、仲間であるはずのメディアにも見捨てられ、今もなお窮地に追い込まれている状況にもかかわらず、自民党議員から、自民党に来たら総理狙えるくらい大活躍できると言われました、と危機としてツイートできるその神経。あまりにもポジティブというか、ずぶといというか、自己評価が高いというか、自分に酔っているというか、常人離れしたその神経。ある意味羨ましいですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。